こんにちは、中澤です。アメリカで MN メディカルという会社を起業して、医療シミュレーションの商品を開発そして販売しています。今回は肩の脱臼の正確法を練習する装置の紹介です。こちらで今、アメリカのアスレチトレーニングプログラムとウォークショップを勉強会をよくするんですけども、初めて、女性の方に教えてもらった方法が一つあるので紹介したいと思います。その方は160センチぐらいですかね。当然、体重も自分よりも体格もちっちゃいですけども、その方がやった制服というのは、一人でやる制服の方法なんですけども、今肩前方脱臼した状態です。その方がやるやり方は、片手で脇を押す、そして腰と反対の手で挟んで腰を回転しつつ外転というようなやり方です。もう一度、片手で脇を押し、腰と反対の手で挟みつつ腰を回転、大きい筋肉を使って回転して回転して入れていくというやり方です。とても理にかなったやり方だと思います。日本の大学、受精の学校だとどういう制服法を教えているかというのが分かりませんが、こういうやり方は教えていないと思うので、特に体格が、大きくない方、女性、腕力がない方はこの腰を使った制服法、このやり方はとてもいいと思います。今回は肘の脱臼の正確法を何度でも練習できる装置です。脱臼した状態になりました。自分がよく使う正確法は、患者さんを、うつ伏せに、してテーブルの、の上にうつ伏せになっていただいて、そして片手で上腕を押さえ、そして手首のあたりを反対の手で、握り、そして下に下ろしていきます。もう一度、自分はアメリカでアスレチックトレーナーという仕事を20年間高校でしていました。当然、お医者さんが現場にいるわけでもありませんし、誰も助けてくれないので、全て自分の制服はソロ一人やる、そういう服法です。接骨院であれば女子の方がいるかもしれないんですけども、自分のこれがやり方です。今回はお見せするのは、試作品なんですけども、指の脱臼の正確法を練習できるものです。2月の終わり3月には、商品として、販売することになっています。2023年の2月の終わりか3月には商品化してきます。脱臼した状態です。実際に引っ張っていくと入っていく感覚を体験練習できるものです。